チーム A 公演は臆病な怠け者の初披露と、まあ、セリは使わなかったんですけど、使う曲があるのかもしれない、わかんないんですけど、あのまあやって、で夜はこの前できなかった DMM 会員様限定の公演がありまして、めっちゃ楽しかったです。ドットエールフェス行きました、ありがとうございます。楽しかったよね。フライングゲット、エブリデイカチューシャ、真夏のサウンズグッド、MC、さよならクロール、ハチの巣ダンス、ビンゴ、MC47、ポニーテールとシュシュです。夏曲がいっぱいのセットリストでしたね。イベントがたくさんあって嬉しいですね。明日もアイドルスクエアがありますし、明後日はオンラインお話し会ですし、23日はチーム A 公演ですし、アットジャムも出ますし、9月のオンコロライブにも出ます。衣装可愛かったね。そう、衣装可愛かったんですよね、デニムのやつで。あ、セリカのメールお試しで撮ってます、ありがとうございます。今年の夏はいろんなイベントに出演できて嬉しいですね。ショールーム終わったら明日のイベントの練習をしたいと思います。明日雨降らないといいねできてる。明日ね、確かに天気予報曇りって書いてる、微妙。まあ晴れるんじゃない。明日行くよ、だってイエーイ。毎週セリちゃんできて、毎週ありがとうございますね。毎週会えますね、嬉しいですね。イベント盛りだくさん。イベントの合間にブブカの発売もあるかなってきて、確かにいつですかね、わからないです。とっても髪伸びた気がする。そう、これ表面の毛短いんですけど、ここはめっちゃ伸びました。ちょっと帽子かぶっててね、ボサボサちゃんなんですけれども、伸びました。そう、昨日の朝めっちゃ雨降っててめっちゃ濡れました。昨日の重力シンパシー昼公演見れました。やっぱり劇場のセリカ最高ってきて、ありがとうございます、嬉しい。前髪は切りました。
でまあ今日はお休みだったんですけど、あの朝からもう夕方まで外にいまして、何をしてたかっていうとね、ゆりなちゃんとキングダムを見てきました。ワンピースちゃうんかーって感じなんですけど、いやなんかこれ入場特典でもらったんですけど、なんかキングダム行きたいねみたいになってて、一緒にワンピースの映画見に行った時に、あのキングダム見たないから行きたいねみたいになってて、でスケジュールがたまたま今日私空いてて、ゆりなちゃんはって聞いたら、あ行けるってなって行ってきました、キングダム。本当は今日ゆりなちゃん行けるか分かんないって言われてて、もし行けないんだったら私は普通に一人でフィルムレッドを見に行こうって、ワンピース見に行こうって思ってたんですけど、なんと行けるということでしたので、キングダムを見てきました。面白かった。でもなんかもうめっちゃ続きそう。もし次公開されたらまた次も見に行くと思います。ていうかあんま私映画しかキングダム見てないんで、ちょっとあんまりその深入りはしてないんですけど、あのでも面白かったです、とても。キングダムで、まあこれもまあメインなんですけど、本当の私の今日の目的は、あこれもゆりなちゃんと言ったんですけど、じゃーん。これミートザワンピースっていうね、渋谷で今開催されているあれはね、行きました。じゃーん。もうここにはずっと行きたくて、21日までなので、もう今日しかないと思って行きました。もうゆりなちゃん行けなかった、私一人で行く予定だったんですけど、ゆりなちゃんも一緒に行けるということで行きました。紙袋買いましたよ、これ限定なんだもん。まずは入場特典でこちらをもらいました。え、てかこの紙袋見て、横がかわいいの、かわいい。入場特典、なんかサニー号のトラックがあったんですけど、これのなんか組み立てるやつ、まあ組み立てずに私置いとくんですけど、これとか、あとカードゲーム、最近流行りのカードゲームの説明的なやつで、カードゲームのこれも入ってましたね。モンキーディルフィーとユースタスキットとクロコダイルとカイドウが入ってるらしい。ワンピースカードゲームのカードと組み合わせて構築するとより楽しく遊ぶことができますっていうことなんですけど、ワンピースカードね、変えてないんですよね。いや買い出したら止まんないと思うんですけど、対戦相手もまあいないんで、まあちょっとあんまかなと思ってるんですけど、でも気にはなってますね。はい、カード集め出したらこれ開けようと思うけど、集めるまではちょっと開けずに置いときます。すいません、見たいんでしょうけど、すいません。イベント開催中って書いてて、交流会みたいなあるんだって。フラッグシップバトル、チャンピオンシップ、知らない人とカードゲームするってことですよね。楽しそう。アプリもあるんだ。うわー、これ集め出したら止まんないですね、本当に。
欲しいよね。でもな、売ってないからね、そもそも買えないんですよ。あとね、シール、これももらいました。じゃーん。で、入場記念のパンフレットみたいなやつ、で、あとはまあそんな買ってないんですけど、あのしおり買いました。なんかこれからコミックを読むということでしおり買いましたね。なんかジャンプショップにこれあんま売ってない気がして、ジャンプショップで買えそうなものはもういいかなと思って、麦わらストアかで今日は一旦しおりを買いました。はい、っていう感じですね。あとはこの紙袋大事にしたいと思います。ワンピースカードはもう本当に気になってます。なんかあんまね、その遊ぶ機会ないなと思いつつも、なんかやっぱり話題すぎてもう本当に気になってます。はい。でまあね、そう、楽しい休みになったね。そう、楽しかったです、めっちゃ。で昨日ね、ワンピースマンチョコ買ったんですけど、3つ買って1回目がウソップ出てうわーってなって、で2個目でうたちゃん出てかわいいってなって、で3個目もそろそろシャンクス出てと思って開けたらベンベックマンが出たんですけれども、嬉しいですね。このあれは、この2つはとても。ウソップはあんま期待っていうかしてなかったのでびっくりが大きかったんですけど、でもね、嬉しい2つが出てよかったです。はい、ヤソップが良かったね。はい、ヤソップが良かったです。あの、私ね、麦わらの一味が出るよりかは、赤髪海賊団とか、その麦わらの一味じゃない人たちの方が嬉しくなるっていう傾向にあるので、まあその嫌じゃないんですけど、あーってなっちゃうんですよね。すいません、麦わらの一味ファンの皆さん。でもまあ好きですもちろん。はい、麦わらの一味でもあのやっぱこっち系のがいいなっていう。はい、ということでね、今日も2つ買ってきたので開けていきたいと思います。もう前回シャンクスが1回目に出たから、まあ、今回もまあ出てくれるかなーって思ったんですけど、出なくて悲しみずだったので、ベンベックマンはもうめっちゃ嬉しいです本当に。じゃあまずこっちのあれから開けていきたいと思います。何かなー、あんまり見たくないんですけど、いきます。じゃん、え、シャンクスとヤマト王子、ヤマト王子って誰、レアカードじゃないってきてる。あ、レア、レアなんだこれ。あ、B
びっくりマンチョコのキャラ。なるほどね。嬉しい。すごい、この人シャンクスの服着てる。シャンクス単体が良かったなとか言っちゃう人はい、まあ1個目ですね気まずはい、気まずくてすいません。じゃあ気を取り直してこっちですね。2個目いきたいと思います。素直ってきてるすいません、ちょっと嘘つけないタイプなんで。じゃあもう一個いっちゃいます。何かな。うわマジ3時です。私びっくりマンチョコでめっちゃ3時出るんですよ。でも私最近3時好きなんで嬉しいんですけど、3時です。3時イエーイ。しかも髪の毛がウェーブかかってる3時なのでかっこいいです。イエーイキラキラしてる。じゃーん。サンジは嬉しい、もちろん好きなんで最近。まあでもさ、ヤマト王子って誰ですか本当に知らないんですけど。いやシャンクスはかっこいいけどね。ねえ、今当時の顔くり抜いて自分の顔貼ればってきて、やばすぎ今日はこちらでした。かわいい。こちらです。じゃーん。また集めよう。この中で一番？この中で一番は、でもベンベックマン出た時はめっちゃ嬉しかった。多分ビックリマンチョコで私ベンベックマン出たことなかったような気がするからめっちゃ嬉しい。これはあとうたちゃんも今回限定な気がするからめっちゃ嬉しい。シャンクスが出たのは嬉しいんですけど、ヤマト王子はちょっと知らないんで、まあ知った上で出てたらめっちゃ嬉しかっただろうなって感じで。まあサンジもまあそうですね、いつもサンジ出るんですけど、あのまあ最近好きなんで、まあまあまあ嬉しいかなって感じで。まあウソップ感じですねはい、やっぱ渋いキャラ好きなのね。そうですね、渋キャラ推しですね。はいありがとうございます。次回に期待。はい、次回に期待で。コレクションしてるファイルがあるんで、それに入れます。でまたそれ値段が溜まってきたらねお見せしたいと思います。送ってもらうままに。ワンピ
キスマンチョコとかのシールのファイル送ってほしい。LINE しました。ウエハース食べようかな。昨日の分も、まあ、一応ね保管はしてるんですけど、まあこれ開けたんで食べます。でもこのウエハースね、なんかねチョコの食感が軽くなったです。なんとなくなんかちょっと変わった気がする。食べた人は分かるかもしれない、共感できるかもしれないですけど、27日から一番くじ始まるけどやるってきてる。え、何の一番くじやりますか？シャンクスのやつかな、もしかして。シャンクスのやつだったら私本当に欲しい欲しいけど。いただきます。昔は全部パパが食べてた。そう、パパとママに渡してたんですけど、まあ、そんなこともできないんでね。食べます、美味しいです。うん、嫌いとかじゃなくて普通にすんごい量買ってたんで、あのね、わかるでしょ。美味しい。歌のフィギュア欲しい。それな。めっちゃ可愛い。あ、フィルムレッドの一番くじは27日からで、来月がメモリーズのやつ。メモリーズのやつはもう絶対に欲しいんです。でも私最近コンビニでワンピースの一番くじ見なくて、ここ数年売り切れるの早いんですよね多分。だからさ、できるのかもすらも分かんないよね。どう思いますかその辺について。うわーうわー、ジンベエのフィギュア持ってない気がするから欲しいんだよな。うわー、サンジの髪型もめっちゃいいし、うわーこれは熱。うわうわー、かっこいいシャンクス。うわーかわいい、ユタちゃん。他マグカップとクリアファイル。クリアファイルかわいい。クリアファイルかわいいなこれ。あ、ラバーマスコットね。うわー、サニーくんいる。うわー、これすごで、ラストアンショーが、あ、シャンクスのメタリックカラーバージョン。うわーこれすごうわー、欲しい、全部欲しい。だってこのラバーマスコットのね、シャンクスとルフィが会話してるとことか、歌ったルフィの幼少期とか、うわうわ、サニーくん欲しいし、クリアファイルも可愛いな。このマグカップはまあそんななんですけど、クリアファイル可愛い。ベポが可愛い。このベポめっちゃ可愛くないですか、クリアファイルの。うわ可愛い。うわ、これどこでやるんですか
ちょっと見つけたらやります、本当に。うわ欲しい。すごっ。え、和の国の一番くじってやってましたっけ。セブンイレブン、そうなんだ、セブンイレブン、セブンイレブンね。フィルムレッドが今月の27日からで、これやっぱりやってなくないですか。あれ、あー麦わらストアとかでやってんのか。コンビニではやってない系ですかね。今回のベパとブルーの可愛すぎ。それな、サニーくんも可愛い。歌の曲、歌の曲、私ね、逆光と逆光と歌方ララバイが好き。私ユニットでお手上げララバイやってるからめっちゃ親近感。ララバイだけだけど、コビーのグッズが一つもないじゃないかって見てる。コビーはこれからだと思います。今後。あ、ママがはーいやって、なんか爆笑のスタンプ送ってきてる。TikTok 最高でした。あ、そう、歌ちゃんとデュエットしたんで見てください。ちょ、覚えたてであれなんですけど、歌ちゃんと踊れて楽しかったです、とても。めっちゃこぼれんねんけど。もう一個。このビックリマンチョコ全24種類のプラス1種なのかな。割れない。お腹いっぱい。
昔のビックリマンチョコ30円だったよってきてる。そうなんや。五老星とかあるの？欲しい。このビックリマンチョコの種類調べよう。チョコワンピース。乗ってないか。あ、あった。あ、うたちゃんでも2種類あるんだ。3種類か。3人行く。4種類うたちゃん。1、2、3、4。サニーくん欲しい。すごい。なんかママから LINE で、多分セイカのショールームを最初の方に見てたのかわかんないんですけど、ファンの方がトトロやるってコメントしてたから急いでお風呂入って脱ぎてんねんけど、爆笑すぎ。ショールーム、私のショールームってかコメント見てるママ、なるほどねって入れとこう。確かにトトロ見たい、トトロ見たいですので、50分にランキング読みます。9時からやな。トトロ見たいけど、私明日のイベント本当に覚えないと。なんかサヤリンが劇場で言ってたんですけど、公演か、公演で言ってたんですけど、前日にならないと覚えないみたいなこと言ってて、覚えないというか、2週間前に言われてるやつでも直前になって覚え出しますみたいなこと言ってて、わかるって思ったよね。私もそういうタイプっていうか、コツコツっていうかやるっていうか、直前にならないとね、本気でやんないっていう、わかるって思ったよね本当に。完食。ごちそうさまでした。お誕生日のメッセージ届いたみたいでよかったね。そうなんです、昨日の公演でプレゼントとお手紙とメッセージカード、生誕祭のが届きまして、もう感動。
めっちゃ嬉しかったです。インスタに写真載せたんですけど、本当に嬉しくて、去年もいただいたんですけど、もう本当に嬉しい。可愛くない？っていうインスタ見てください。嬉しい、ありがとうございます。書いてくださった皆さんと準備してくださった方、本当に皆さんありがとうございます。メッセージカードとかお手紙書くのって意外と時間というか労力使うっていうか、だからね、結構ね大変な作業なのに、すごいやってくださって嬉しいです。いつもありがとうございます。お手紙書くの楽しいよってきて、嬉しい。お手紙読むの好きなんでめっちゃ嬉しいです。あとね、今日はさよなに誕生日プレゼントを買いました。去年あげてなくてっていうか、あげるタイミングなくて、買うタイミングも逃して全然やってなかったんですけど、今年はちゃんと買いに行きまして、喜んでくれるといいなって思っております。はい、明日は誕生日なのでね、お話し会頻繁にあると手紙書くことがなくなるって言って、そうよね、お話し会でめっちゃ話すとね、確かに。ハマセリのももちゃんピースがまた見れて嬉しかった。そうなんです、セヨナとペアになる時があると曲中に絶対やります。ももちゃんピース、あ、ユリナからセリちゃんとのメール来たよって来て、書いてくれたのかな、嬉しい。明日の洋服決めたって来て、明日？明後日か、そう、お話し会か、お話し会、まあ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 二択ですねいつも二択とかあれなんですけど、それもなんかその日の気分になって決めるんですけど、まだでも来たことないので来たいなっていうのはありますね。可愛いのがいいって言って、私可愛いのしか着てないからね。ちなみにかっこいいのあんま着ないからあれなんですけど、まあいつも通りの私のあのね感じだと思います。で、私本当にモノトーンが多くて、私服モノトーンですね日曜天気また悪いってきて、なんで最近こんなに雨多いんだ。本当に良くない。あのほどほどに降る雨はいいんですけど、私昨日本当にすっごい久しぶりにあんな濡れたっていうぐらい大きい傘をさして出かけたのに、公園行ったのに、
もうダメでしたね。劇場着いてドライヤーでズボン乾かしてレッスンしたぐらいだからね。だからほどほどに振ってほしい。もう一気にブワーって振られると困りました。本当に。そう、お話し会の帰りもこの前の帰りも松葉キャンセルした日も本当に雨に濡れて、私晴れ女だからね、雨に濡れるということがあんまないんです本当に人生で。雨でも私が出かけるときは曇ってるとか、もうそういうのばっかりだから本当にあれだったんですけど、でも最近ここ今月2回ぐらい土砂降りと出会ってタイミングと思ってね、あれだったんですけど、まあしょうがないですね。ショールーム終わったらトトロを見ながらメールを書いてインスタを更新して。ね、明日のイベントを覚えてしたいと思います。なんかレッスンしたんですけど明日のイベントは、でもその後に違うイベントとかあって忘れちゃったんですよね。そうそう、思い出し作業ですね。野外で雨はマジ勘弁できてるねえ。明日野外なんで本当にてるてる坊主作りましょう。明日でも明日雨とは書いてないからね、曇りって書いてるだけなんで、まあ、多分大丈夫と信じていますけれどもね。髪型衣装も楽しみ。あ、どうしようかな。まあ衣装はまあなんか着たことあるようなないような衣装なんですけど、髪型どうしようかな。まあ、かぶらないような感じのやつで、誰かが何かやってたら、あ、ちょっとこっちにしようかなとか、あーねーねーねーみたいな臨機応変っていうんですかにやりたいと思います。16人だとね、まあ、絶対かぶると思うんですけど、まあねー、で暑そう。あと衣装に合うようなね感じでできたらなって思いますけれどもね。
英公園でカチューシャしてる時も好きって来て、そう公園は2回ぐらいカチューシャしてるんですけど、ララバイの時もカチューシャだし、中盤の白い衣装もカチューシャなんですよね。ヤオン初めて AKB のコンサート初めて見たのがヤオンでした。雨降ってましたって来て、へえ、あの日比谷のヤオンのあのイベントありました、チームエイトで前にありましたよね。それには出た気がするけど、多分あ、TikTok 更新しよう。そういえば、あ、あったよ、できてる。あるよね。どれ乗せよ、投げせりかな。サイリウムカラー教えて。白白白白白白白真っ白です。真っ白でございます。そんじゃあね、ランキングを読みたいと思います。13位、なんでやねん、あっとせいちゃん、チョコレート美味しかった。美味しかったよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、やすしかり、あっとせいちゃんの配信面白いさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、夏あっとせいちゃん、今日は一日楽しめたみたいでよかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、ジーゼル機関車まさしあっとせいちゃんのもぐもぐ配信見れて幸せりかさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、タクアット、せいちゃんイベントお疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、マルアイアット、せいちゃん次のお話し会の洋服楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、ヨッシーあっと昨日楽しすぎたし明日も楽しみさん、ありがとうございます。楽しもう。6位、ケンパあっとせいちゃん日焼けしてない、してないよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、ひのちゃんの中心あっとせいちゃんあと何個びっくりマンチョコ買うの、シャンクスが出るまで買いたいな、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、スイカの種あっと明日マカロンタオルかぶってるからねさん、ありがとうございます。イエーイ、見つけちゃおう。
3位、まさのぶアット、せりちゃん次の公演も楽しみにしてるよ、さんありがとうございます、書いてないけど。2位、中心アット、せりちゃん明日のイベント頑張ってね、さんありがとうございます、書いてないけど。そして1位は赤いゾウさんアット、へなチョコでごめんね、さんありがとうございます、パチパチパチ、今日もありがとうございます。はい、それではですね、アフタートークして終わりたいと思います。あ、グッズ買った、エイトの日のやつできてる、ありがとうございます。ちなみにメガネのセルフ生写真もね発売されるのでチェックよろしくね。マカロンちゃんグッズ制作順調に進んでるみたいでよかった。そう、順調です。もうどういう感じの仕上がりかは想像がついてきました。コンタクト派ですってきてる。うちは買ったよ、ありがとう。色の指定めっちゃしてたね。そう、色は一回出して帰ってきて来たんですけど、いやーもうちょっとしたいなと思って、もう一回返してみたいな、でまた来てっていうのを何回も繰り返してやりましたけれども、まあでもどうだろう、可愛いとは思いますけどね。早く実物見たいなって感じです。グッズによって私の希望が通らない部分とかもあったんですけど、まあそれはねあれとして、でも多分使えると思うのでぜひ使ってください。楽しみだなーって、お楽しみに。今月も和歌山ロケ行けなくて残念やねって。そうなんです、まあ先月は普通にお休みだったんですけど、今月も多分スケジュール合わなかったんでしょうね。今月ね行きたかったけどね、多分リモートです。来月はまあワンチャン行けるんじゃないかなって感じでね。あ、さっちゃんロケ行ってたよって。あ、そうなんだ。サピオンが寂しがってるよって言って、寂しいとか言ってくれて嬉しい、会いたい。めちゃくちゃ優しい方で、本当に可愛くて綺麗で運転も上手で可愛いんですよね。
リモートはね楽しいけどね、やっぱ家なんでなんか気まずい時がある。しかも私のまあセネカ感激定番ドライブみたいな感じのやつなんですけど、コーナーがなんかすごい、その番組内で私に向けてなんかどうですかみたいなで、まあ、VTR 見てもすごくね、わ綺麗だなとか、まあ、素直にそれは思うんですけど、やっぱりねなんかやっぱ気まずいですね。楽しいんだけど、だからすごいね気遣ってくださってる感じがしてあれなんですけど、ほんとすいませんって感じでいらしてもらってます。リモート早起きしなくていいからそこはいいよね。いやーまあね、和歌山の時の早起きは緊張するけど嬉しい早起きだからね。早起きの日は基本お仕事なんで、まあありがたいよねっていう早起きなので全然あれなんですけど、でもリモートは私そもそもそんな、そうあれです、いいイメージはないですけどね。でも遠くにいてもつながれてるっていうような意味ではめっちゃいいなと思います。それではですね、21時ということでそろそろ終わりたいと思います。今日もありがとうございました。明日はね日比谷の夜音イベントがありますので、アイドルスクエアお楽しみにしていてください。その次の日はオンラインお話し会、多分一部からあると思うんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。バイバーイ。